はい、どうもグラッシュです。今回はね、ジャイアントエッグのここサンドピラミッドだかの3面ここをね越えれば、虹の上だか雲の上だかの神殿に行けるんじゃないかっていうところで挑戦していったんで、ね、この6つの光集まりしときとかなんとか言ってるんですけども、ちなみにこれ後取りの声です。なんていうかマイクが取れてなかったんで、ね、そんなわけで2匹の鶏をね向かい合わせて、その仕掛けを解いて、まあ、それまで難易度高かったんですけどちょっと割愛させていただいて、またね次に来ることがあると思うんで、ここにはその時にもう一回改めてやりたいと思います。で扉が開いた。で、ね、6つの光、これがあのにボスを倒した時に出てきた光ですよね。でジャイアントパレスへの道を開く虹の光、虹のゲートなんちゃっていうところで、おっしゃ行こうぜっていうところなんですけれども、さあ張り込めって言ったんですが、ビリー、まだお前は虹の光を解放しジャイアントパレスに行く資格がないようじゃ。ジャイアントエッグを封印した鶏たちは勇気ある者にその将来を託したらしい。勇気の証である勇気のエンブレムを集めればジャイアントパレスに行くことができるはず。ビリー各地の勇気のエンブレムを集めるのじゃっていうことでね。そんなわけでね、25個集めてこいと言われました。はい、戻ります。はい、ジャイアントエッグやっていきたいと思います。今回からこの勇気のエンブレムを集めていく旅が始まってまいります。前回ねこの3つ目の虹のゲートにたどり着いたんですが、勇気のエンブレム足りないから出直してこいよと言われてしまったので、まあ集めてこようというわけで、今回3つ、ここミッション3、森の先の秘密の小屋。秘密とか言わんでください。さあミッション3、森の先の秘密の小屋。レッゴー。あービリーよとか言われない、平和だ。もう見るからに平和だもんここ。はい、お前なんだ、なんか情報を。この先の林を抜けたところの一軒家で赤く光るものを見たんだ。あそこには誰も住んでないはずなのに怖いよ。あ、そう、多分それ俺に必要なもんだわ。えーい、もうね、えーい、えーい、ファンタスティックする余裕すらあるぞ。で、パンパンパン。とりあえず適当に進んでるけど。こっちでいいのかなって感じ。えい。さあ、ゴロゴロゴロってやつ。ゴロゴロってやりつつ、さあお前、お前その敵の隣で走ってた。お前この先に行くにはこの岩を何とかしないとダメだよ。卵じゃなくてもっと強い力を持ったものがあれば岩を壊せるかもしれないよ。じゃあこいつだ。ドクドルドゥでウォーターパワーのペンギー、ペンギーゲッチュー、ゲッチュー、バシューン、いいね。林を抜けた先にカラスたちがうよいよいるわよ。くれぐれも気をつけてね。はい、じゃあこのライフアップが入った。えって、あんまりそういじめんだよね。パンパンパン、えい、次に倒そう。はい、タラタラタラタ。え、その前にあなた、あなたはピヨピヨ。あ、ビリーさん、私もいつかおまさまみたいになれるかしら。朝を告げる声すごく素敵よね。いくら声を上げてもクックドゥルドゥルドゥ、クックドゥルドゥって鳴けないの。きっと練習が足りないのね。そうだね、ピヨピヨ言ってるがいい。まだピヨピヨでいいよ。えい、これあいつ倒してた。あー、水の力が必要だ。いけ、いけ、お
ウォーター。で、ああはい、開いた。邪魔や。このコインをね、集めるのはものすごく大変だと思うんで、さすがにそこまでは頑張れないと思うけど、どうでしょうね。なんかあるのかね。えい、登ってって。ひたすら登ってった先に、あ、蜂野郎、もうこんな早くから行ったんだな。あ、他の蜂野郎より貧弱な蜂野郎だった。はーい、やだ簡単。グッモーニング、ミッションクリア。いや平和だった。えい、たらん、あー A ランク、やったー。体重3個。じゃあ次、さすらいのミニゲーム屋。ミッション4、さすらいのミニゲーム屋。ミニゲームとかあんの。マスル、マスル持ってんの勇気のエンブレムだろう。わいわい、ミニゲーム屋さんだ。知ってる、ミニゲーム屋さんのゲームを成功するといいものがもらえるんだよ。あ、そう、あ、そう。ヨーリンちゃん、よく来たな。俺はさすらいのミニゲーム屋だ。どうだ、ちょっと遊んでいけよ。いいことあるぜ。初めてかもしれないから簡単にルールを説明してやるよ。用意どんなあいつで出現するニワトリコインを次々ツイッターゲットするんだ。たっとそれだけだ。簡単だろう。もちろん時間制限2分ってのがあるから簡単にはいかねえ。コイン連続ゲットで入るタイムボーナスってやつをうまく続けないとダメだな。もし30個コインゲットしたらいいものやるよ。まあ、無理だと思うけどよ。そんじゃ行くぞ。よーい、ダーン。嘘やろ。やり直しを要求する。レッゴー。卵スタンバイ。よーい、ドーン。いや、取り損ねたよ。違う、視界が悪い。そう、捨てないで。何が起きてる？何が起きた？あ、開いたのね。開いた？開いたら次こっち。いや、単純にね、基本操作のできてるか否かって。よいしょ。よいしょ。パン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 。これは何個分ですか？あ？なんだこれ。あ、いや、30個だ。30個集めればとりあえずいいんだ。あ、違う、戻ってる。これ戻った。しまった、道間違えた。いや、ちょっとその1個のために時間使いたくないな。だーって、だー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 、足りてない、なんか足りない。よしよし。で、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 いや足りない。いや時間ねえな。よいしょ。いやいやいや。はい、タイムアップ。うーわ。はい、じゃあリベンジします。
あ、残念だったな。ちょっとだったのにな。また挑戦してくれ。うーわ、一気減るのか。ショック死。ショック死式か。じゃあ頑張って30個集めようぜ。あの赤いコイン何なんだろうな。あれが30個取るとエンブレムに変化するみたいな。はい、どーん。あ、でももうこれ2回目だから門を開けてあるな。その分楽だな。その分は楽だ。危ない。やーってパン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 して、よいしょ。でそれも空いてるから取って、でそこにも1個ある。でここにも1個ある。取った。でその建物の上にも3個ぐらいあるから OK。 30個、30個取ったからなんやねん状態なんだけど、まだこうカーンって相手にもされないみたいな。力これがどこが空いたの今度。そっちですか。あ、そちらね。よし、一応もう30個は取ったけど、よいしょ。いやー、これマジ普通のいつものコインじゃねえか。くっそ。えいやーって。はい、タイムアップ。さあ38個、どうだ。ミキー、お、おめでとう。これは景品の光るエンブレムだ。世界に1個しかないんだぜ。大事にしてくれよ。1個しかないけどな。あー、でもこれでね1個もらえるならもうありがたいもんだわ。これでも買ってくらい苦労して1個とかあるからね。なんだ、ミニゲーム屋渾身のガードを見せられたぞ。はい、ミッションクリア。はい、ランク D。 まあしょうがない、敵無視してたもんね。さあ次ミッション5、滝の中の秘密。さあ滝の中の秘密。あら、ドゥ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 。この川を下った先にある大きな滝の中に秘密の部屋があるらしいのじゃ。そこには何か大事なものがあると言われておる。川を下り滝の中に入る方法を見つけるのじゃ。川下りか。川下れか。よし、どっちだ。泳げないんかい。川下れって言う割に泳げないんかも。川下りにはサーカスハットというアイテムが必要だよ。サーカスハットがあればジャンプで卵に乗ってサーカスのピエロのように移動できるようになるんだ。水の上や砂の上をスイスイ移動できるんだから。はあ、じゃあそのサーカスハットってどこにあるの。ああ、8。あ、これか。じゃあその8倒して。これ割ってみて何が出る。これか。
イエーイ。これかサーカスハット、これかサーカスハット、ちょっと話してくれ、話してくれ。ああ、ジャンプで卵に乗ってサーカスのピエロのように移動できるようになる。おお、すげえ。あ、これ楽だね。じゃあこれで、あー、いやいやいや、あー死ぬ。飛び乗って、違う違う、飛び乗って違う、飛び乗るっつ、飛び乗れ、オッケーオッケー、飛び乗って、飛び乗ってからちょっと、あー飛んだら降りない、ちょっとはよく努力してみて。おー、川流れ、川下り始まったぞ、川下り、川下り、いろいろし、いろいろ見づらい、いろいろ見づらいが、とりあえず、あーだもー、ゴロゴロして、常に C スティックで視点を操作するのを忘れない。常に自分の見やすい視線をキープする。そうそう、そのまま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 で、よいしょ。え、この先か。あー、何してんの、もうゲームオーバーです。あー、影ないじゃん、影が消えたぞ。え、あーな、あー、どういうこと。なんかあるんだよな、ここに。ウォーターパワー違うっぽいな、ウォーターパワー違うっぽいな。ちょっとお前、なんかヒントないか、ヒントヒントくれ、ヒント。俺の音を聞いてくれ。水は青で炎は赤い、氷は紫、緑は風だ。イエーイ、アニマル、最高アニマル、いつも心にアニマルを。凍らせるか、水で。あ、氷で。ん？何が言いたい？氷で水を凍らせる。どうだ？え、氷どっかにあったよ、どっかにあったよ、どっかにあったから、あったあったあった。赤じゃない、紫じゃない、いや氷育てて、久々だなお前。ゲッチューして、
やってこの辺からいけ。あーなんかすごく目に悪い。いけた？割れた？よいしょよいしょ、オッケー、先に行ける。でパン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 、この辺はもうこいつでいけ。えい、ナイスショット。いいよいいよ。いけー、ギャーってやっつけた。開いた、あった、やったぜ。おはようございます。ミッションクリア。はい、 D です。あと10個どっかで集めてこなきゃ。さあ、これでフォレストビレッジとりあえず5個取ったんで、次回はね、パイレーツアイランドの3つ目、レッツランクリペンキングやっていきたいと思います。では、ありがとうございました。